シャルケレイオンは、ドイツノルトベストファーレン州ゲルゼンキルヒエンを、本拠地とする総合スポーツクラブで、s オンとも表記される。サッカー部門は、ドイツサッカーリーグ機構に加盟し、過去7回のリーグ優勝の経験を持つ。収入規模や、平均観客動員数では、国内屈指である。同じく、ノルトラインベストファーレン州に、 本拠地があるライバルのボルシアドルトムントとのダービーマッチはルールダービーと呼ばれる。その他、バスケットボール、陸上競技、ハンドボール、卓球など、クラブチーム及び、専属選手の保有や運営、育成に携わる。練習中の選手観戦中のサポーター、欧州サッカーのトップリーグの一つであるブンデスリーガに所属しており、 その前身である、ドイツサッカー選手権を通算7度制覇し、DFB ポカールや UEFA カップなどといった数々のタイトルを獲得しているが、ブンデスリーガでの優勝はない。2000から01シーズンに勝ち点1差でリーグ優勝を逃して、以降も2位を3回記録したが、マイスターシャーレには届かない状況が続いている。 かつて国内最強を誇った時代に、コンエキゾブラオという愛称が定着した。また、ゲルゼンキルヒエンが、かつて炭鉱の町であり、クラブの創設にも当時の石炭産業が関わっていた、ことから、炭鉱が錆びれた現在でも、大工のポンという愛称が用いられるほか、所属選手が炭鉱採掘を体験するイベントが、毎年恒例となっている。また、 本拠地のロッカールームからピッチへ向かう通路の壁も、炭鉱をイメージしたものとなっており、チームスローガンの GLCK アウフも幸運を祈るという意味で使われている。ドイツ国内においてその人気は高く、ホームスタジアムをフェルティンスアレーナに移した2001から02、シーズン以降は2008年現在7シーズン連続で6万人を超える平均観客動員を記録中である。 2001から02シーズンから2004から05シーズンまではドルトムントに続くブンデスリーが2位の平均観客動員を記録していたがバイエルンミュンヘンがアリアンツアレーナにホームスタジアムを移した2005から06シーズン以降はドルトムントや B ミュンヘンに続くブンデスリーが3位の平均観客動員が低位置となっている2014年1月 世界最大の会計事務所であるデロイトが公表したデロイトフットボールマネーリーグによると2012から13シーズンのクラブ収入は1億9820万ユーロであり世界のサッカークラブの中では13位ドイツではバイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムントに次ぐ3位である第264代ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世はクラブの名誉会員であった ユニフォームサプライヤーはアンブロ。胸スポンサーは、ロシアのガス会社ガスプロム。1904年5月4日に、ゲルゼンキルヒエン市内のシャルケ地区に住む14から15歳の少年たちによって、ベストファリアシャルケとして創設された。何度かの名称変更を経て、1924年に FC シャルケレヨンと解消した。 1933年から1942年にかけてドイツサッカー選手権優勝6回を数え、1936から37シーズンには DFB ポカールとの2冠を達成するなど黄金時代を迎えた。1957から58シーズンには7度目のサッカー選手権優勝を果たした。 1963年のブンデスリーが発足とともに加入。1973年には、翌年のワールドカップのために、パルクシュタリオンが新設され、本拠を移転した。1980年代に入ると成績が低迷し、1980から81シーズンで2部に降格。1981から82シーズンで1部に復帰するも、 翌1982から83シーズンでプレイオフの末、再び降格した。1984から85シーズンから一部に復帰するも1987から88シーズンに3度降格したが1991から92シーズンに一部復帰を果たした。1991から92シーズン以降は、 ブンデスリーガ上位に顔を出すようになり、1996から97シーズン途中で監督に就任した、フーブステフェンスの下、初めて UEFA カップを制した。インテルナチオナーレミラノとの決勝戦では、PK 戦に持ち込まれたが、イエンス・レイマンの活躍もあり優勝した。 1998から99シーズンと1999から00シーズンは主力選手の怪我が相次ぎ回に低迷した。このような理由からステフェンスは解任を免れた。2000から01シーズンにはライバルのドルトムントからアンドレアスメラーが加入した。このシーズンはリーグで躍進し、ビーミュンヘンとの直接対決を制して最終節まで。 優勝争いを演じ、DFB ポカールでは優勝を果たした。特にメラーの加入は大きく、このシーズンに得点王になったエッベサンドとエミール、ムペンザとのトライアングルは高い攻撃力を見せた。2001から02シーズンもこの強さは続き、DFB ポカールで連覇も果たした。2001年に新たなスタジアム、フェルティンスアレーナが完成し、本拠を移転した。 この建設などで多額の負債を負ったクラブは、新スタジアムの命名権も持つフェルティンスとの契約を2012年まで残しながら、2006年10月に、ロシアの企業、ガスプロムがメインスポンサーになった。これにより、5年半で1億2500万ユーロの資金を獲得するとされている。UEFA チャンピオンズリーグでは、 新スタジアム完成後の2001から02シーズンに初出場した。2007から08シーズンのチャンピオンズリーグにおいてグループリーグ最終節にいてローゼンボリ BK を破って逆転で勝ち抜き決勝トーナメント1回戦で FC ポルトを破りベスト8に進出した。しかし2007から08シーズンのブンデスリーが3位となり 挑んだ2008から09シーズンのチャンピオンズリーグ予備3回戦アトレティコ・マドリード戦では主力選手の故障も重なりドイツのクラブとしては2003から04シーズンにおけるドルトムント以来となる予備3回戦敗退となった2006から07シーズンは優勝争いを演じたが2000から01シーズンと同様に優勝することはなかった 派遣脱会を目指すクラブは2009年に VFL ボルフスブルクを初のリーグ優勝に導いたフェリックス・マガトを監督に招聘した。内田篤人2010から11シーズンは開幕前に内田篤人が加入。チャンピオンズリーグ決勝トーナメントでベスト8進出し DFB ポカールでは決勝に勝ち進んだものの ブンデスリーガでの成績は不審で、2011年3月17日、マガトが監督を解任され、公認として、ラルフラング・ニックが復帰することが発表された。2011から12シーズンは、リーグ戦では14位と低迷したが、レアル・マドリードから移籍してきたラウル・ゴンサレスの活躍などで、クラブ初のチャンピオンズリーグでのベスト4に加えて、ドイツカップを獲得した。 2012から13シーズンはチャンピオンズリーグにおいてアーセナルを差し置いて首位でグループ通過したもののガラタサライに敗れベスト16に終わった。2013から14シーズンは AC ミランからケビン・プリンス・ボアテングを獲得した。チャンピオンズリーグはグループ2位で通過したがベスト16でレアル・マドリードに敗れた。 2014から15シーズンは1、FSV マインツレーゴから、チュッポモティングを獲得し、冬の遺跡史上ではマンチェスターシティから、マティアナスタシッチを獲得した。チャンピオンズリーグでは、ベスト16で、再び、レアルマドリードと対戦し、アウェーのセカンドレグは勝利したものの2戦、合計4から5で敗れた。この頃からマックス・マイヤー、レオン・ゴレツカ、 レロイ・サネといった若手のドイツ人プレイヤーがチームを引っ張るようになった。2015から16シーズンの夏の遺跡市場では、ボアテングの契約を解除し、ユリアンド・ラクスラーを VFL ・ボルフスブルクに放出した一方、フランコ・ディサントやヨハネス・ガイス、ピエール・エミール・ホイビュルクなどを獲得。冬の遺跡市場では、ユネス・ベルアンダを獲得した。ヨーロッパリーグでは、 ベスト32で FC シャフタールドネツクに2戦、合計0から3で敗れた。2016から17シーズンは、監督に、マルクス・バインツィールが就任。夏の遺跡史上で主力であったサネをマンチェスターシティに、放出したが、ブリーール、エンボロ、イエウヘンコノプリャンカ、コケ、ナウドなどを獲得。冬の遺跡史上では、ギド・ブルクシュタラーを獲得した。 リーグ序盤で5連敗に始まり、最下位に沈むなど、最悪のスタートを記録した。スリーバック起用などで一時は、V 字回復を見せるも、ブンデスリーガは10位に終わり、ヨーロッパリーグを逃した。ヨーロッパリーグはベスト8でアヤックスに敗れて、敗退した。2017から18シーズン、32歳のドメニコテデスコを監督に就任させた。夏の新戦力として、 フランクフルトからバスティアンオチプカを FC ナントからアミーヌ・アリを獲得した。また、テデスコはマックス・マイヤーを司令塔ポジションにコンバートさせ、見事成功させた。リーグ戦においてはシーズン通算18勝9分け7敗という結果を残し、中でも11月に行われた第13節ドルトムント戦では、 4点差のビハインドを跳ね返し、奇跡のドロー決着にさせた。これらの出来事により、クラブはリーグ順位2位で4シーズンぶりのチャンピオンズリーグ出場権を手にした。2019から20シーズンは、監督にデイビッド・ワグナーが就任。2019年12月時点で3位に立ち、前半戦を8勝3敗6分けの5位で終えるなど、 上場の滑り出しを見せていたが、多くの負傷者の存在や、対戦相手からの分析が進んだ。後半戦以降は、2020年1月17日のボルシアメンヒエングラートバッハを2から0で下したのを最後に、勝ち星から遠ざかり、6月7日の1、FC ユニオンベルリン戦を1の1のドローで終え、 1993から94シーズン以来となる27年ぶりのリーグ戦連続未勝利数が、クラブ史上ワーストとなる12試合にまで伸び、未勝利記録を樹立した。その後も最終節の SC、フライブルク戦も0の4位と大敗し、順位こそ前半戦での大きな貯金もあり、前シーズンから2つ上がった12位で終えたが、 後半戦だけの成績に限れば1勝10敗6分けの成績だった。同シーズン終盤の絶不調に加え、かねてより懸念されていたチームの財政事情が、2019、新型コロナウイルスの影響により、さらに悪化。そのため、クラブは、シーズン終了後にノルトベストファーレン州から4000万ユーロの、借り入れを発表した。2020から21シーズンは、 開幕説で FC バイエルン・ミュンヘン戦に0-8で敗れると、第2節のベルダーブレーメン戦も1-3で敗れ、同日はグナー監督を解任。さらに監督をめくるめく交代させるなど、激動のシーズンに終始。2020年11月4日に行われた DFB ポカール2020から2 0 2 1一回戦。 1FC シュバインフルト05戦で4-1と解消し、同年2月5日に行われた DFB ポカール2019から2023回戦、ヘルタ・ベルリン戦以来となる公式戦での勝利となった。しかし、リーグ戦初勝利は2021年1月に入ってからで、2勝目も4月に入ってからという歴史的大低迷にあえだ。 同月21日のアルミニアビーレフェルト戦で零から1で敗北し、再開決定での降格となった。1950から2002001から20102010、フェールマン1チュルリノフナナティアウ33、カミンスキー35ウワイアンにパルソミオン、サラサール10ドレクスラー24テロッデ9、イタクラサンビュルター11中、選手の国籍表記は FIFA フフの定めた。 代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。